U23 日本代表、中国戦、ディフェンダー西を一発レッドで退場。U23 日本代表は4月16日、カタールで行われているパリ五輪のアジア最終予選を兼ねる U23 アジアカップのグループステージ初戦で中国と対戦。試合は開始8分に松木玖生のゴールで日本が先制。しかし17分にディフェンダー西尾の左腕が相手に当たり、これが VAR により一発レッドの判定となり、早い時間で退場となった。プレーと関係ないところで思い切り肘打ちしたらダメ。相手の挑発に乗っちゃったね。中国はこういうのも狙ってると思う。付き合わないのも大事だね。幸先よく先制したのに完全に試合を苦しくしちゃったよね。代表になるには自分をコントロールするのも大事だね。それができないと A 代表になっていくのは難しいと思う。中国のメディアが喜んじゃうね。